始まった。あ、来ました。来ました。マイアン大好きだって。ありがとう。こんばんは、こんにちは、こんばんは。皆さんすいません、このご飯の時に。あ、来た来た、いっぱい。こんばんは、ご無沙汰してます。皆さん元気ですか。はい、久しぶりです。嬉しい、来ましたね。皆さんありがとうございます。今日はですね、あのインスタライブをなんでしたのかと言いますと、ちょっとあの告知させてもらったんですけど、私があのアクセサリーのブランド作ってますアルプの、あの春コレクションの新作が出来上がってきたので、今日は皆さんにちょっとご紹介してお披露目をしたいと思います。そのためのインスタライブです。やったー、お嬉しい。あ、ショートカット可愛いって、ありがとうございます。短くなりましたよ、どうかな。はいそうで、アルプの新作を今日は6点あるのでご紹介していきますね。私の手元に今これあるんですけど、そう、これを順番に紹介していきます。で、今回のこの春のテーマは直線と光っていう、ちょっとあの私がずっと作りたかったキラキラっとした女性らしいあの輝きも入れつつ、なんかちょっと直線が綺麗なあのシルエットのものも作りました。なので、今回はそうですね、まあ、男女もちろん両方の方に見てもらいたいんですけど、特に女の子にもあの手に取っていただける商品が増えたかなと思います。はい、嬉しい、いっぱい。かわちすぎる、ありがとうありがとう、嬉しいかわちって嬉しい、かわちって嬉しい、ありがとう。はい、まあ、ちょっとこんな雑談も混じれながらご紹介していきますね。固くなっちゃうとあれなので、はい、ということで、まず1つ目、1個目から紹介していきます。まずはスパークルシリーズといって、ちょっとこうキラ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 をテーマにしたピアスとブレスレットを作ったのでご紹介していきたいと思います。まずはこのスパークルピアス、こちらです。どうやって見せたらいいんだ、見える、回っちゃうね、こちらです。見えた。これ今まではちょっとイヤカフとか、クリップタイプのものが多かったんですけど、今回はちょっとこの揺れるタイプのピアスを作りたくてこだわって作りました。で、10金のイエローゴールドで作らせてもらってます。で、ドロップタイプのピアスで、この間にね、このキラって光ってるところがあるでしょ、3箇所、これがホワイトトパーズの石を今回3つつけて作りました。かわいい、どう、かわいい。なんか結構今まではシンプルなかっこいい系のピアスとかイヤカフが多かったけど、ちょっとこの揺れるタイプわかる、女子が好きな揺れるタイプのピアスを作りました。で、あのホワイトトパーズの石が3つあるんだけど、その途中にもあのゴールドの プレートをここつなげて、途中で2つねつなげて作ってるので、なんか女性らしいピアスかなと思います。で、こうホワイトトパーズも3つ贅沢に使ってるので、動くたびにキラッとするかな、いいよね、キラキラしてます、キラキラするよね、両方つけてみますね、少々お待ちを。
い、似合うって来てる。ありがとうございます。あ、揺れるの可愛いって。こんな感じ見えます？ほら、ほらほらほら、揺れてます、揺れてます。そうで、ここの長さは6センチで作りました。私はこう顎くらいかな、なんか長すぎず短すぎず、ちょうどいいこの揺れ加減なところをちょっと探って今回は6センチで作りました。はい、でちょっとしたお出かけに使ってもいいし、デートでもいいですしね、なんかちょっと家族でディナーとかでもいいし、もちろん普段使いしやすいピアスになってるんじゃないかなと思います。はい、大人っぽくて可愛いって言います。あら、ありがとうございます。そう、見える、見えた、大丈夫そう、わかるかな、福耳でしょまたそれ。そうだね、福耳の。あ、見えてます、見えてます、見えてる、ありがとう。こういう感じです、デザイン伝わってたらいいなそう、これが、スパークルピアスで、お値段が、こちらは2つで49,280円になります。ちょっとこのホワイトトパーズという石を使ってるので、使ってて、あと10金か、これは10金のイエローゴールドなんですけど、ちょっと今までの商品に比べたらちょっとだけね、ちょっとだけいいお値段だけど、とっても可愛いので、ぜひあの女の子、女性の方につけてもらえたら嬉しいなと思います。一緒につけましょう、私と一緒に。可愛いですね。ね、ありがとうございます。こんな感じかな。まずこちらがスパークルピアスでした。はい、はあ、え、男だけど買います。うそ、本当え、彼女にプレゼントとかしどう、大事な人へプレゼントとかどうでしょうか。あ、こんばんはです、こんばんは。はい、マイアンと一緒につけたいだってつけましょうね、一緒に。これイヤリングだけ、あ、イヤリング、あ、ピアスのみなんです、そうなんですよ、ね、これは今回ちょっとピアスのみで作らせてもらいました。ちょっとまた皆さんの意見も参考に、今後イヤリングとかもね、作っていきます。今回はピアスです、すいません。そして2つ目は同じこのデザインのブレスレット、スパークルブレスレット、こんな感じね、こんな感じになります。とりあえずつけてみますね、つけれるかな、簡単、すごい、いけました見える、こんな感じ、ブレスレットです。でこちらはピアスと同じホワイトトパーズを3石使ってます。ここ3つね、1、2、3、くるんってなってるかな、大丈夫か、見えてます。はい、で10金のゴールドのプレートをつなげてるデザインです。ピアスと同じですね、デザインは。でこれ長さ調節できるように丸カンがついてるんですよ、見える、ここにね、だから2段階、これで私短くつけてるんだけど、これで多分16センチで、長くすると1センチ長くできるので17センチになると思います。はじめましてはじめましてです、はじめましての人結構いますね。うん、ありがとうございます、はじめましてです。はい、嬉しい、ありがとうございます。調節できるの嬉しいって、よかった、ありがとうございますね。これ一緒に腕時計つけて、これブレスレットつけてもすごく可愛いと思うし、まあ、時計だけじゃなくちょっと太めのバングルとかと一緒につけてもいいと思うし、
なんか何でも合わせやすい、重ね付けもしやすいかなと思います。はい、妻の誕生日プレゼントで買おうかな。え、妻のなんていい旦那さんなの羨ましい。確かにぴったり、ぴったりですね。ちょっとこのね、高級感というか特別なキラッとしてるのが入ってるので、ぜひそういうプレゼントとかにもちょうどいいかなと思います。はい、でこちらが、お値段52,800円になります。ちょっとすいません、少々お値段お高めなんですが、すいません今回はちょっと特別ラインを、はい、頑張って作ったので。そうね、でもこのホワイトトパーズの石はですね、こう程よく輝きを放つから、手首、このブレスレットもそうだし、さっきのピアスもそうだけど、こうよりグッとこう手元とかこの顔周りがおしゃれになるかなと思います。こんな感じね。かわいい、さりげない感じもかわいいですね。はい、ありがとうございます。すごい華奢なので邪魔にはならないと思います。ぜひ、あ、特別な日にプレゼントしよっかな、だって優しい、優しい、優しい、泣いちゃう泣いちゃうそうだよね、ちょっといい値段だよね、わかるよ、わかるわかる。でもちょっと頑張って作ったので最後まで見てくださいねそう、でこれが2つ目のスパークルブレスレットでした。では3つ目に行きますね、はい、続いて3つ目は今までも出てるオクタゴンシリーズ、八角形のオクタゴンのシリーズになります。でオクタゴンシリーズから今回もリングを作りました。こんな感じで、もよく見ると今回はダイヤモンド入りなんです。キャー、ダイヤモンド、キャー、キャー、見えた、キラキラなんです。そう、ここにダイヤモンド入れて作りました。あ、こんばんはこんばんは、こんばんは、ありがとうございます皆さん。そうね、そうね、見えるって、よかったよかった。そう、ダイヤモンドついてて、オクタゴンは八角形っていう意味なんだけど、つけるとこんな感じね。このオクタゴンは結構こう幸運とか幸福っていう意味があって、そう、すごく素敵な意味が込められてるので、ちょっとこの特別なダイヤモンド入りリングを今回作りました。見える？あ、輝いてる、見えました。今回は石ありシリーズ可愛いって。あ、ありがとうございます。そう、石ありシリーズをちょっと増やしました。そう、ダイヤモンド入りで、これはまあちょっとね、頑張った自分へのご褒美とか、こう大切な人へのプレゼントとかね、なんかこう家族へのプレゼントでもいいし、そういう時にぜひ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 おすすめです。一番はやっぱ自分へのご褒美に私は欲しいって思っちゃいます。こういうなんかいいものね、そうですね、うん、特別な、そうなんですよ。でこれはこの 3方向にダイヤが入ってて、1個のこの枠に5粒ダイヤが入ってます。だから全部で15個入ってます。見えるかな、どうだろう、近くなったら見えないね、難しい見えた、意外と遠くの方が見えるのかな。そうなんです、オクタゴン八角、お、見えました、素敵、ありがとう、素敵やって、デザインいいですねありがとう。そうで、これ反対側には
こうやってダイヤ入ってなくてノーマルな、これ10金のイエローゴールドなんですけど、こっちには入ってないのでちょっとこう気分で回してシンプルに使うもよし、ちょっと半分だけキラキラさせたいとかもいいし、もう全面に見せたいっていうのもいいし、あとはお持ちのなんかこう自分のアクセサリー何でもいいけどに重ね付けしてつけるのも全然できます。なのでかわいい、かわいい、ありがとう。まあいろんな付け方ができるので、そうです、はい、今まで出してたオクタゴンシリーズと、あ、そうですね、合わせてでも可愛いですね。そう、今までも白蝶貝のシリーズも出させてもらってたりするので、なんか一緒につけてもいいし、こう隣同士でつけてもいいし、ぜひおすすめです。でこちらの、サイズか、サイズがですね、7号から13号まで7、9、11、13の4つのサイズで展開しております。なのでまあ合う人があればピンキーにしても可愛いし、ぜひ女性でも男性でもどなたでもつけられるかなと思います。でこちらのダイヤモンド、ダイヤモンドリングはちょっといいお値段なんですが、お値段が77,800円になります。すみませんちょっといいお値段なんですが、ちょっと頑張ってダイヤモンドを入れちゃったので特別な指輪になりましたどうですか、どうですかね、すみません、とっても可愛いので、本当にだから特別な日とか誰かへのプレゼントとかに、はい、おすすめかなと思います。そんな感じかな。こちらがオクタゴンの、ダイヤモンドリングになります。これ今つけてるのは何号ですかって、これは多分11、私がこれ11です。私11で人差し指と中指が多分入るんだよね、うん、これ今左手なんだけど反転してる、右手も私11と11のよ、人差し指と中指全然入っちゃう。だからもっと華奢な人は9号、多分今私ちょっとこう緩い感じだけど9号とかで多分ちょうどこう突っかかる感じかなって思います。はい、こんな感じです。ワイヤーにお願いされたらって言ってます。あれ？え？あれって、そう、そんな私あれよ押し付けないからねうん、ありがとう。あら、じゃあ9号でいいって、わかんないよ9号でいいかもありがとうございます。はいはいはい、あとでね、あとで雑談するから待っててねコメントまずはアルプの紹介させてくださいそんな感じかな。とりあえずこれがオクタゴンのダイヤモンドリングでした。そして続いてオクタゴンシリーズ続くんですけど、オクタゴンのダイヤモンドネックレスも作りました。とっても可愛いです。こちら見て、これオクタゴンなんだけど半分にダイヤモンド入って、半分は何も入ってない、普通のあのイエローゴールドなんだけど、これも作りました。つけてみます、ネックレス。これもよっ、こんな感じ。あ、今日の服にあった、こんな感じです。見えます？大丈夫そう？おりゃ見えた？こんな感じです。見えてます。そう、これとても華奢で可愛くて、まあ、同じ10金でオクタゴン
シリーズで半分にダイヤが入ってるんですけど、これはダイヤが半分で8石入ってます。半分に。そうで、長さもこれ私今41センチで作ったんですけど、私でこれくらいだから、こういうちょっと首周りが空いてる服にも合うし、逆にちょっとこう首のちょっと詰まってる服の上からとかでもすごい可愛いと思います。あれあれあれ、あ、よきってありがとう、よきいただきました。そうで、これもあの後ろに丸カンがついてて、ちょっとあの長さ調節できるので、これは41センチだけど38センチにもできる。してみますね。少々お待ちよ。来た。ちょっと短くなった。 あ、 本当です、ね、あ、鎖骨ですよ皆さん出たおなじみの鎖骨です。こんな感じ。これが短くするとこんな感じになります。ちょうどこの私でいうくぼみにはまるくらい、うん、あ、すごいいい感じになりました。こんばんはこんばんは、みんな挨拶してくれます、ありがとうございます。素敵です、ありがとうございます。あ、鎖骨タイム来たよってそうよねありがとうございます。そうで、そんな感じかな。そう、すごいこれダイヤモンドでキラキラしてるんですけど、まあちょっとこう半分だけにダイヤモンド入ってるんで、そんなにこうギラつきすぎず、すごくお上品につけれるかなと思います。もちろん普段使いもしやすいとも思いますし、なんかちょっとディナーとか大事な予定がある時にもぜひ使ってほしいです。お願いします。あ、でこちらの、お値段なんですが、こちらは 61,380円になります。はい、すいませんね、ちょっといいお値段なんですが。あら、ありがとう。ネックレスもまいちゃんもキラキラしてるよね。ありがとう。優しい。ありがとうございます。おしゃれって言ってます。本当、ありがとうございます。こんな感じです。そう、ありがとうね。買うやって、ありがとう、皆さん。ありがとうございます。雑談後でするから待っててって。待っててって。とりあえず。何時から雑談するって来てたんですけど、ちょっと待ってて、するする、絶対するから、もうちょっと待ってて、間もなく間もなく、あともうちょっと紹介させてください。で、これが、オクタゴンのオクタゴンシリーズのダイヤモンドネックレスになります。今ご紹介させていただきました。で、続いてこれすごいシンプルです。オクタゴンの、ボールドリング、こちらです。これ本当にシンプルなシルバーのオクタゴンのリングです。こんな感じ、見えます？見えてます。見えてます？はい、すごいシンプルです。で、今回表面の仕上がりで作らせてもらったので、結構このピカピカ感は輝きっていうのキラッとするようにはなってます。で、結構これダイヤも何も入ってない本当にシンプルなリングなので、もちろん男性の方にも手に取りやすいと思いますし、女性の方もなんかこう好きなリングと一緒につけてもらってもいいし、もちろん重ね付けしても使いやすいリングになってるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとクールな感じのオクタゴンシリーズの指輪を作りました。感じかな。で、サイズ、うん、私これも11ですかね、多分11かなと思うんです。同じ大きさで、こちらもサイズ、あ、これはサイズちょっと広めに展開してて、7から7号から7、9、
11、13、15、17まであります。さっきのオクタゴンの指輪は13までだったんですけど、これは15と17まであります。なので男性の方もぜひあのつけてもらえたらいいなっていう思いで作りました。はい、こんな感じですかね。すごいシンプルです。17だったら結構メンズいけますね。いけますね、全然いけると思います。なのでこうやってさっきの、これはさっきのあれでダイヤ入りのだけどさ、こうやって隣でつけてもいいと思うし、なんか好きなリングでもいいし、こういう重ね付けとかもできます。はい、こんな感じです。もう雑談ですか？まだだって、焦んなって、もうちょっと待ってって好きね、皆さん久しぶりだからね。そうで、これは、そうボールドリング、あのシルバーのシンプルなリングでした。でもう一つ最後ご紹介させて、あ、お値段言ってなかった、すいません。こちらのお値段は、16,500円になります。ちょっとあの今までのと比べたら手に取りやすいお値段にさせていただきました。はい、大丈夫そうかな。値段聞こえた？16,500円です。あ、そう、書いてくれてる人にありがとうございますになります。これシルバーだけですもんね。うん、これはシルバーだけになります。はい、はい、以上です。で最後もう一つセットアップリング、リングなんですけどを作らせてもらって、こちら2つ、これセットで売ります。こうやってシルバーとゴールドのセットリングなんですけど、これシルバーの方がちょっとデザインも入ってて、わかるかな、このちょっとこうつなぎ目が合わさってちょっとずれたようなデザインと、シンプルなこの丸のちょっと細めのゴールドのリングを一緒にセットでセットアップリングを作りました。つけるとこんな感じです。とっても可愛いと思います。いかがでしょう。お、あ、可愛いです。おしゃれだって、嬉しい。つなぎ目ずれてるのがこだわり、大正解大正解です。でこっちのシルバーの方はバレル加工をしてるので、さっきのこっちの表面とはちょっとまた仕上がり方が違って、ちょっとなんて言うんだろう、若干マットというか、今までのバレル仕上げのリングも出させてもらってるんですけど、それと同じ加工されてます。でこっちがバレル加工の分、こっちのあのゴールドの方、あ、こっちもバレルだでもゴールドも結構存在感あるので、セットでつけても可愛いし、これあえて隣の指とかにつけても可愛い。あ、確かに。そうなんですよって感じです。なんかお得感ありますね。そうなんです、気づきましたお得感あるんですでこっちの細い方のリングはちょっと2ミリという本当に細めのシンプルなリングになってるから、これ1個だけでも可愛いし、なんかこれだけでもちょっとかっこいいクールな感じだし、本当だ。まあこうやってセットでつけてもらえたら嬉しいなと思います。はい、でこれはじゃあこれ購入しました、はい、これあれよ、カップルよ、あ
これ彼女好きなやつ、私が。これ彼女、こっち彼氏いつでも一緒ってやつどこでも一緒だよっていう感じだよ、私の好きなやつね、うん、ラブラブのやつ。そういう風にね、そう一個買って、でもあれかサイズがあれかもだけど、こうなるかもだけど、なんかね一緒につけるのもいいし、ちょっと笑うなって、いつでも一緒がちょっといや、キモかったキモいとこ出ちゃった、じわじわ来ました、じわじわ来た、ごめんごめん、ちょっとやめるわその感じ、やめないで、あ、そうで、こちらの素材は両方ともシルバーで、細いこっちのゴールドの方は18金のゴールドのメッキ加工しております。素材は両方シルバーです。で、サイズ展開はこれは7号から17まで、7、9、11、13、15、17、6サイズに展開してます。はい、すごいお得だと思いますこちらのリングは。はい、あ、そうやねいつも忘れちゃう。こちらの、お値段は29,000円です。どうでしょう伝わった？長持ちしますよ。あ、キモくない、かわいいナイスフォローありがとうそう、7から17までです。サイズは、あ、サイズ別々にはできなくて、これもうセットで7号とか、これでじゃあ11号、こっちがじゃあ7で11とかはできなくて、もうこれセットでの販売になるので、すいませんサイズのばらつきはできないんですけど、うんうん、あ、そうなの、ごめん、サイズ変えられないんです、申し訳ございません、すいませんね。ありがとう。そんな感じかな。はい、かな、はい、伝えたよね、はい、お値段も伝えた、はい、でこちらがセットアップリングです。見えるかな、見えたね、見えてます、はい、これで6点全部紹介させていただきました。で、今紹介してさせてもらった、商品はこのあと今日21日の、20時から、本当このあとだね、あと30分後くらい、20時から、アルプ、あとホームページの方で受注が始まるんですけど、期間がですね、まあ、今日の8時から4月20日の23時59分まで、なので結構期間は長くて、ほんと約1ヶ月くらい受注期間になります。で、こう商品のもっと細かい詳細とか、もっとこう近くで見たいよって人は、多分8時からアルプの公式インスタグラムの方で写真とかも展開していくので、ぜひそちらの方をチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。売り切れちゃわないかな、大丈夫ですよ、受注なのでお待ちしております私が補充させていただきます頑張ってですね。で、お届けはこう5月末くらいから6月頭にかけて皆さんのお手元にちょうどお渡しができるかなと思っております。はい、そんな感じかな。とっても可愛くできましたよ。なんか気になるたのありますか皆さん、おすすめは。だって、うん、全部おすすめだけど、私個人的には女の子はやっぱこのピアス可愛いなとも思ったし、男女問わずだったらこのセットアップリングすごい可愛いかなと思います。
なんかかっこよくも決まるし、ちょっと女性らしくも見えるし、つけ方もいろいろ自由なので、はい、かな。言って全部おすすめです。おすすめですよ。あら、ありがとう。ブレスレットの値段いくらだっけ。ブレスレットは、52,800円です。ありがとう、聞いてくれて。この後またあの公式サイトの方にも値段とかあの写真も全部あの載るので、詳しくはそちらもチェックしてください。リング全部つけてみて、だっていいぜ。任せろ、これだ。あ、こんな感じ、全部種類違うけどこんな感じです。あ、ダイヤがこんな感じ。ネックレスもう一回つけて。もう全部、いいぜいいぜ、全部乗せしてやるよ。特別だよ。そうだよな、全部乗せしちゃおうぜ。みんな何してるの今日。休みでしょ、デートか。デートか、デートか。全部乗せしました。あ、全部乗せ。そうね、ラーメン的な感じね、全部乗せね。美味しいよね。全部乗せたい、私もトッピングとか。美味しいよね。来た、全部いけました。キュッキュッ、こんな感じです。え、はいはいはい。あ、ブレス綺麗だって、ありがとう。ちょっと1個ずつおさらいしていきますかね。おさらいしますか、はい、そしたら最初に紹介させてもらったこのスパークルピアスから、こちら、結構そのキラキラ感をこだわって作りました。ちょっと女性らしいピアスを作りたくて、今回は揺れるピアスを作りました。こちらはお値段 49,280円になります。2つでのお値段です、はい、そしてこの同じデザインのスパークルブレスレット、これはホワイトトパーズが3つついてて、ピアスもですけどゴールドのプレートも入って、長さ調節も1段階できます。丸カンがついてるので、こちらはお値段 52,800円になります。はい、大丈夫？あ、プレゼント放送できますか？だってできるの？プレゼント放送できます？してないかな？でもしたいよね。私もしたい。ちょっと考え、なんかリボンとか特別につけれるようにね、ちょっと考えますね。ナイスコメントありがとう。で次はオクタゴンのダイヤモンドリング、こちら私真ん中につけてるこれですね。これ半分3面にダイヤモンド入って、こっちは何も入ってない。これは10金のイエローゴールドです。これ10金っていうのもちょっとこだわって、私10金が結構好きで、10金の色、ちょっと肌なじみのいい色が好きなので、これは10金のイエローゴールドで作りました。でこちらのオクタゴンのダイヤモンドリングはお値段は 77,800円です。すいませんね。はい、ありがとうございます。大丈夫かな。はい、で今私がつけてるこのオクタゴンのダイヤモンドネックレス、これね、
これも見える？半分にダイヤモンド入ってて半分はノーマルなんですけど、とっても可愛い華奢なネックレスを作りました。こちらのお値段が61,380円です。はい、こちらも調節1個できるようになってるので、もうちょっとこれ短めにつけてるんだけど、もうちょっと長くもできます。はい、半ダイヤってこと？なんこれね、わかる？なん見えるかな？半分だけ、プレートの半分だけダイヤをつけて埋め込んで、こっちはね入ってない、ノーマルの感じになってます。これごめん見えづらかったら、このあと8時から公式サイトの方にドーンとお写真載るので、そちらの方ぜひアップしてチェックしてみてください。見えるって聞きます。見える？よかったよかった。そう、撮ってさ見せた方が見やすいと思うけど、私さっきやったんだけどさ、なんかピントが合わなくてね。 YouTube 方式ね。これさ、どこに持ってったら、だってここじゃ見えないでしょ絶対。見えた？やんだ、手相が恥ずかしい。ほくろもあるし恥ずかしい。見えた？こんな感じ。見えてるよね。ちょっと、はい、こうやって半分キラッとしてます。まあ、この後公式サイト見てくださいぜひ。でもう一個、オクタゴンのこのゴールドリング、こちらシンプルなシルバーのノーマルなリングです。はい、こちらはお値段16,500円になります。はい、 OK。で最後はこのセットアップリング、このシルバーのつなぎ目を合わせたようなちょっとデザインになってるリングと、こっちのシンプルのシンプルなゴールドなリングのセットで販売します。こちらが29,900円です。すいません、29,000円になります。とっても可愛いです、これ。うん。大丈夫そう？以上かな？はい。ご紹介させていただきました。どうでしょう？可愛い。ありがとうございます。よかった。あ、かわちぃありがとう。かわちぃって来てる。ありがとうございます。あ、5月が誕生日なので自分用に買います。あ、おめでとう。もうちょっとだね。ありがとうございます。お休みの日に見てくださってすいません。伝わったかな？大丈夫そうですか？皆様。あ、リングのサイズ展開もう一回言っとこうか。このオクタゴンのダイヤモンド、ダイヤモンドピアス、このダイヤモンド入りのオクタゴンのリングは7号から13、7、9、11、13の4サイズ展開です、はい、これが4つのサイズで、このオクタゴンのシンプルな、シルバーのリングとセットアップリングはちょっとサイズの展開が増えて7から17まで
だね。7、9、11、13、15、17のサイズ展開になります。大丈夫かな、伝わりました？前髪が納得いかん、いやだ。そんな感じです。あらら、大学入学祝いに自分で買います。わお、なんと素敵な、なんかそういう自分へのご褒美にぜひおすすめです。私はこれ今11号をつけてます。私は11か9でいける気がする。うん、ありがとうございます。そう、髪の毛切りました。ありがとうございます。今日中に出演させていただきます。告知になっちゃった。まあ言えてなかったので、はい、雑談でもね。でも私の役はちょっと抱えてることがあったりするので、なんか髪の毛の色も最初は黒にするかと思ってたんですけど、プロデューサーさんの方から逆にちょっと明るめがいいっていう風に言っていただいたので、私はちょっとあのね明るめになってます。はい、見てください。ぜひぜひお願いします。そうなんです、明るくなったんですよ。楽しみにしてます。ありがとう。あ、そうだそうだ、このインスタライブのアーカイブはこの後アルプの公式インスタグラムの方にあの残させてもらうので、ぜひそちらの方もチェックしていただけたら嬉しいです。忘れてました、言うの。お待たせ、お願いします。やったー、だって喜んでる。やったー、びっくりマーク10個くらいついてる、嬉しい。会いたい、大好き、嬉しい、ありがとう、かわいい、ありがとう。確かに意外と8時から受注始まるので、あと5分くらいで私は終了しますね。え、雑談ちょっとしましょう。野球見ましたよ、全部見てる。意外とあのソフトボールやってたんで私中学生の頃、だからなんて言うんだろう、ルールが分かるから全部やっぱ燃えますね。今日の試合とかめちゃめちゃ暑かったね。明日も楽しみ。皆さんも見てた？早起きしてみましたよ。やっぱなんか元気もらえますよね、わかります？なんかああやって活躍してる方がいっぱいいると頑張ろうって思えるね。え、あ、見てたよ、だって全部見ました、一緒だね。え、感動しましたね、最後やばかったね。私一人で家で叫んでました。本当に本当に感動した、すごい日本すごい。なんか前、うん、支度中に、はいはい、WBC やってて見ましたね。支度中にホームラン見ましたもんね。見ました、もう大盛り上がり、大盛り上がり、楽屋大盛り上がり。今日のもすごかったです、元気もらいました、ありがとうございます。そっか、みんなもう卒業シーズンだね、春休みね。え、新生活始まりますね、楽しんでください。花粉気をつけてね、私は花粉症ないから
大丈夫なんだけど、なんか今年花粉がすごい飛んでるっていろんな人から聞くので、ね、お水いっぱい飲んでください。関係あるのかな。どうなんですかね。ね、あと 2,3 分で終わりにします。うん、4月から大学生になります。頑張れ頑張れ頑張れ、見えてるよ。花粉症やばすぎるって、うん、そうだよね。ありがとうございます。たくさんこんなお休みのいい時間に見ていただいて、嬉しい。終わるの？だって終わりません。あ、アーカイブは残します、この後。どんな感じかな。では皆さんいいですか、私は終わりにしますよ。元気でね、頑張れよみんな。頑張ろう、4月からもね。仕事でした。お疲れ様。この後8時から、受注、開始いたしますので、ぜひ公式アルプの公式サイトの方チェックしてみてください。ありがとうございます、皆さん見てくれて。またねみんな、頑張ろうね。お休みじゃない、早すぎるわ。お休みは早すぎますって。美味しいご飯食べてね。またね、ありがとう。